マリアデラ・エスペランサ・デボルボドス・シシリアス・イオルレアンスは、スペインの王族、スペイン王女。ペトロポリス系ブラジル定位請求者、ペドロ・ガスタンの妻。スペイン王フアン・カルロス一世の母方のおばにあたる。全名は、マリアデラ・エスペランサ・アマリア・ラニエラ・マリアデル・ロシオルイサ・ゴンサが、両シチリア王家出身のカラブリア公、カルロ・タンクレーディと、その2番目の妻で、 フランスのオルレアニスト王位請求者パリ博、フィリップの娘であるルイーズ・ドルレアンの間の末娘として生まれた。父親が、戦災のスペイン王女、マリアデラス・メルセデスとの結婚を通じて、スペイン王室の一員となっていたため、マリアデライ・イスペランサとその同母系子は、スペイン王アルフォンソ13世紀の特使により、スペイン王子、王女の称号を授けられた。 1944年12月18日にセビーリアにおいてペトロポリス系ブラジル皇帝家課長のペドロガスタンと結婚し名目上のブラジル皇后となった。夫妻の間には6人の子女が生まれた。2005年に母国スペインのビリアマンリケデラコンデーサで死去した。ありがとうございます。